デミューリボンは2016年10月9日に大阪アメリカ村にオープンしたライブカフェバー。シンガーソングライターである栗原優と現在はフリーで活動し電波組、インクなどのアイドルを輩出した秋葉原ディアステージの立ち上げにも携わった吉川砂尾のダブルプロデュースによってオープンされた。美味しいお食事やお酒とともにライブステージを楽しめる お店を大阪にもという理由からオープンすることになった。あいみょうリボンの名前の由来は直訳で、君のリボンを目指す、エイムイコール、狙う、ユーイコール、君、ユー、リボンイコール、世界の勲章、お守り、君のリボンイコール、あなたに絡まったり引っかかるもの、そして、この場所でいろんなつながりよという意味が込められており、吉川素直が命名した。平日、 18時23時土日祝、16時23時、定休日、火曜日2020年6月から、新型コロナウイルス感染症対策のため22時までの、短縮営業平日は1日3回、土日祝は1日4回のライブタイムがあり、1回のライブあたり、キャストが約25部のライブを行う。さらに、閉店直前にはお見送りライブがある。 入店と同時にチャージが発生し、チャージ量は席によって異なる。1時間ワンオーダー制で、1時間ごとにドリンクやフード、チェキなどの注文を行う必要がある。東京、秋葉原と丸の内に店舗を構えるカレーや、カリガリで扱っているカリガリカレーを関西で唯一提供している。秋葉原カリガリではプロデューサーである吉川砂直がフロアディレクションや、 制服のデザイン等のプロデュースを担当している。2019年6月より、ランチタイムにアメムラカリガニカレーとして営業を開始。ライブ中の写真撮影や動画撮影、ジャンプ、入店は禁止。ご起立や声を出しての干渉は推奨しており、撮影はフードやドリンク、キャストからの了承を得たチェキのみとなっている。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に、 伴い、2020年4月1日から2020年6月4日まで営業自粛臨時休業した。その間、バーチャルエミュリボンを実施し、オンラインイベントや通販などを中心に活動を続けた。2020年6月5日から店舗での営業を再開し、下記のような感染対策を行っている。エミュリボンや小槌名義で出演したライブの一覧。 2017-2018ありがとうございます。